竹の持ち手がついた茶こしティーカップ状に設置した茶こし茶こしはティーカップの上に設置し茶葉を受け止めるためのふるいである。伝統的な方法で急須を用いて茶を入れる際、茶葉はティーバッグに入っておらず水の中を自由に漂う。葉自体はうまくなく茶こしでこすのが普通である。深めの茶こしはティーバッグ等が使われることが多い一杯分の茶を入れるのに用いることがある。 茶葉を満たした茶こしをカップにセットし、湯を注いで茶を入れた後、茶葉と一緒に取り除く。茶こしをこのように用いると同じ葉で何杯も茶を入れることができる。ティーバッグが大量生産されるにつれ、20世紀になると茶こしの利用が減ってきたが、茶葉が拡散されないティーバッグよりも茶こしで茶を入れることを好む人もおり、その多くが、 ティーバッグには低質な茶葉が使われていると主張している。茶こしの材質は、スターリングシルバー、ステンレスコー、磁器等である。スターリングシルバー製のものは、古い部分と小さな皿のセットになっていることが多い。茶こしそのものが、しばしば銀細工や金細工職人の傑作として、古美術品としての価値を持つ。茶こしは、キーから乳固形分を分離するために用いられる。 ベアルネーズソースを作る際に固体と液体を分離するのにも用いられる。また、評価や診断のため患者が尿から尿路結石を分離するのに用いられることもある。ありがとうございます。